まもなく終点の扉です。2番線到着、お出口は右側です。扉から先の土浦水戸方面ご利用のお客様、6番線を乗り換えです。次の電車は33分発高萩行きをご利用ください。降りの際にはお忘れ物にご注意ください。また折り返し、この電車のご利用のお客様は取手駅ホームでお待ちのお客様がいらっしゃいます。一旦ホームに降りていただきますようお願いいたします。